ではですね、実際に手帳の中身の方をご紹介していきたいと思います。まずね、もう本当に A6 サイズの手帳で、ちょっと大きめなんですよね。ヴィトンのノートと同じぐらいのサイズの手帳です。で、中身をちょっと見ていくと、まずですね、1ページ目がこういったメッセージになってます。自分の本音や野望と向き合うことは、究極のセルフラブっていうところでね、もう本当夢とか理想が叶って生きやすくなるっていうような内容です。で、まあ、年間のね、カレンダーがあったりとか、まあ、来年分と再来年分ですね。2023年、2024年分の、まずカレンダーがあるっていうとこと、あとはですね、大きく分けてね、5つ 手帳のね、特徴があります。で、手帳の使い方ね、全部もうこの中に書いてるんですけれども、まずね、引き寄せ力が一気に上がる。スルスルと野望が叶う5ステップというところでですね、私だったりとか、あと過去のクライアントさんたちが、その夢とか理想とかを叶えてきたっていうところのやり方っていうのをね、ちょっとその5ステップでまとめたので、この流れ通りワークを書いていただくと、夢とか理想とかを通り越した人生ワープするレベルの野望っていうところが叶っていくっていうような、ステップだったりとか、あとまあメンタルブロックを外す方法だったりとか、理想の家計簿っていうところでね、自分自身のもう究極に理想を描いていくっていうような究極の家計簿だったりとか、あと夢リストを書く欄だったりとかね、あとは毎月の振り返りとか毎週の振り返りができるような中身になってます。で、ちょっとね、一つずつお伝えしていくと、このね、さっきお伝えした、スルスル、野望が叶う、5ステップというところで、嫌なことを手放すっていうところがファーストステップになります。で、これなんでかっていうと、嫌なことやりながら、自分の夢とか理想とかって絶対叶わないんですよ。で、結構一般的な夢かなとか、引き寄せ系の動画だったりとか本見てると、もう夢をいきなり描くっていうところからスタートしてるのが多いなって思うんですけれども、嫌なこととか、そのやりたくないこと、まあハフトゥーですよね。やらなければいけないっていうところで、やってることやりながら自分の夢とか理想っていうところは絶対に叶えていけないので、まずは手放すことが大事です。で、なんで叶えていけないかっていうと、その夢とか理想が叶うときって、必ずエネルギーっていうところが今のエネルギーと違うはずなんですよね。で、まあ夢とか理想が叶う時の、まあワクワクか、それが当たり前になっているフラットなエネルギーか、どっちかなんですけれども、今の自分から、まあコンフォートゾーン抜けて、その夢とか理想とかを叶えるための無駄なこととか、やりたくないことをやってる場合じゃないんですよね。エネルギーが、あ、すごい、これやりたくないな、これもやりたくないなって、分散してる状態って、めちゃめちゃエネルギーが集中してないのわかるじゃないですか。でも、そういう嫌なことをまず手放しておく。やりたくないことを明確にしておくと、やりたいことに向けてエネルギーが一点集中するんですよね。なので、一点突破して、そのやりたいことっていうのが叶えられるようになっていくので、まあそもそも、もやもやしながらとか悩んでる時間多い中で、新しいこととか、やりたいことをやる余裕ってあんまりなくなっちゃうじゃないですか。なのでね、まず嫌なことを手放していくっていうところが大事になります。で、実際に私で言うとですね、こんな感じで、やりたくないこと、手放したいことを書こうっていうところで、余裕のないスケジュールを書いています。なぜ嫌なの?というところで、ゆっくり自分と向き合う時間が取れないと、自分の本音がわからなくなる。忙しい時ほど自分の無駄遣いが増えたりとか、あとね、旦那さんとの喧嘩も増えるし、結構自己否定をしてしまいがちっていうところを書いてるんですけれども、自分自身が、まあ、1週間とか1ヶ月とか、この1年とかっていうところで振り返って、今やりたくないことって何やってるかなだったりとか、あとね、この手帳にも嫌なことの事例っていうのを細かく書いてるので、ちょっとその事例見ながらだとすごく書きやすいかなと思います。で、書いた上で、じゃあどうやったら手放せそうかなっていうところまで書いていきましょう。で、私の場合だと、例えば、ベッドでゴロゴロする時間を30分短くすれば、朝ゆっくりコーヒーを飲みながらノートタイムを取れそうとかね。私、朝、
ぐだぐだ二度寝するのが大好きで、あと漫画を読むのが大好きで、起業して時間に前よりちょっと余裕が出てきた時に、その余裕を朝時間のゴロゴロに使うようになってしまったんですけれども、でもそれって本当にやりたいことじゃなくって、結構惰性でやっていることなんですよね。なので、本当にやりたいことを、例えばノートタイムとかね、朝ゆっくりコーヒーを飲む時間に当てるっていうところが本当にやりたいことなので、じゃあもう本当に今優先したいことのために、優先順位が低いことを手放していくっていうところで、朝のゴロゴロを30分短くしようみたいな。まあ、それでも1時間とか1時間以上とかゴロゴロするので、30分はね、ゴロゴロする予定なんですけれども、そういったね、どうやったら手放せそうかなっていうところを書いていきます。あとはね、まあ、ちょっと事例として、余裕のないスケジュールを手放すためにっていうところで、まあ、余裕のないスケジュールって結構予定を詰めすぎちゃうっていうところじゃないですか。なので、1日の予定はもう7時間までと決める。で、7時間を超えるときには、私の大切な時間を本当にここに注ぎたいかなっていうところで、自分自身に問いかけるっていうところを、やっていくと手放せるんじゃないかなということで、手帳に書きました。なのでね、そんな感じで5ステップに従って、1から5までね、ワークがあるので、これをやっていただくと、スルスルと想像以上の夢とか理想が叶っていく、野望が叶っていくっていうワークですね。あとはですね、このラブ&リッチ手帳の特徴としましては、夢リストが100個書けるっていうところにあります。で、こんな感じでですね、夢リスト100を書こうというところで、なんで夢リストを書いた方がいいのかとか、なぜ書くと叶うのかっていうところをね、細かく書いてます。さらにね、もう叶う仕組みっていうところまで、しっかり図解でわかりやすく書いているので、ぜひね、もう手帳のこの読み物のページっていうのを見ていただきながら、だからやっぱりその、まあ、夢とか理想を書くことが大事なんだなとか、明確にすることが大事なんだなっていうところをね、腑に落としていただけると、より叶いやすくなるんじゃないかなって思ってます。で、実際のページがこんな感じでですね、あなたの夢リスト100という感じで1個ずつ書く欄があります。で、なんと番号とチェック項目まで振ってくれているので、夢がもし叶ったってなった時に、叶ったはい、終わりとか、そのままとかじゃなくって、チェックを入れて、ピッと横線引いて消して、で、叶いました、ありがとうってね、赤ペンで書いていただくと、神様も喜んで、もっと叶えてあげたいなっていう風になると、私は思っています。なのでね、こういう番号と、あとチェック項目っていうのをつけています。そして、マンスリーページですね。こんな感じで。もうかなりね、相当大きい、ページになっています。で、マンスリーページは月曜始まりですね。結構日本人の方だと月曜始まりの方が書きやすいよっていうことで、月曜始まりに今回は作っています。こんな感じで私は手帳書いてるんですけれども、ここの丸マークですね。丸マークがあるんですけれども、この丸が何のためにあるかっていうと、いろんなお薬を飲んだ日とか、運動した日とか、あと私はね、生理月経の日に、スタートの日と終わる日っていう感じで、つけとくとね、自分の生理周期把握できるので、こんな感じで書いています。あとですね、マンスリーページの横に、こういったメモ欄っていうのがあるんですけれども、ここはもう自由に好きなように使っていただくのがいいかなと思っています。私はですね、今回は今月のトゥードゥーというところで作ってみました。こんな感じでね、チェック項目つけると、今月やろうと思ってたことっていうのを月初に書いて、で、終えたら、チェックしていくっていう感じに、ね、使ってもいいと思いますし、あとはですね、例えば欲しいものを書いていくだったりとか、家族のちょっと予定とかを書いていくとかも、普通にメモにね、使ってもいいんじゃないかなと思います。そして、このラブ&リッチ手帳の最大の特徴がですね、毎月のテーマが決まっていて、そのテーマに沿ってワークを用意しているっていうところになります。で、例えばですね、本当12月ですと、来年1年間のテーマについて考える1ヶ月にしようって感じでね、テーマが毎月決まっています。で、
もうね、愛とお金を引き寄せるっていう手帳なので、1月がパートナーシップから始まり、2月がお金のブロックを外す。で、3月がまたパートナーシップっていう感じでね、愛、パートナーシップとお金っていうところをどちらも自分の理想を叶えるような手帳になってるので、恋愛パートナーシップとお金引き寄せたいよっていう方はね、ぜひこの毎月のワークを取り組んでみてほしいなと思います。で、実際にですね、ちょっと中身を見ていくと、2022年12月のワークはですね、じゃん。2023年はどんな1年にしたいか考える1ヶ月にしようというところで、あなたの未来はすべて思い通り。だからこそ2023年をどんな1年にしたいかということを決めて、イメージをインスピレーションのままに、描いていきましょうということが書いています。で、これで言うとね、私は本来の私へ戻る1年にするというところでね、書いています。ちょっとね、こんな感じで作ったんですけれども、ちょっと読んでいきますね。私、2016年に起業したんですけれども、2016年に起業して7周年となる年、これまでは忙しく走り続けてきたけど、2023年はお家でゆっくりする1年にしよう。ずっとマイペースと言われてきたのんびり屋の私、2023年は本来の私の素材を生かして、本来の自分に戻ることを意識してみようということでね、書いています。やっぱりね、自分らしさってすごく大事だなと思っていて、本来の自分でいることで、本当に今まで自分がすごいこう力を入れて、まあ力を入れないとできなかったことっていうのが自然と本来の自分でいることによって無駄なエネルギー漏れすることなく自分の強みとか得意とか好きっていうところを活かして力入れてないのに1の力とかもうほんとちょっとの力で100倍とかの結果が出たりとか成果っていうところが出やすくなるんですよね。自分自身の素材を活かす、で本来の私に戻る1年にしようっていう感じで書いています。これもですね、この手帳を購入してくださった方向けの毎月参加できる12月からスタートで、1年間ですね、1月、2月、3月って感じで毎月1回ずつこの手帳の使い方っていうところとかノートの書き方っていうような、講座があります。なのでね、ぜひぜひもう毎月参加していただいて、その一緒にワークを月ごとのテーマに沿って書いていくと、もう自然と愛とお金を引き寄せる自分になっているっていうようなものになります。あとはですね、毎月のワークとして、先月の振り返りをしようっていうところですね。やっぱり振り返ることで、現在地っていうところが見えてきます。で、さらに、このワークの中では、このウィッシュリストっていうところを書いていただくんですね。今月のウィッシュリストっていうところを書いていただくので、振り返りをしつつ、あと、まあ、ウィッシュリストを書くっていうことによって、現在地と、あと目的地、ゴールっていうところの、まあ、距離感だったりとか、今の自分ってどれぐらいの立ち位置にいるのかなっていうのが分かるようになります。旅行で言うと、ゴールとか目的地を設定したとしても、その今の自分の現在地が分かんないと、まあ、ナビ設定したとしてもね、たどり着けないんですよね。なのでね、現在地をしっかり振り返っていく。そして、ウィッシュリストでやりたいこと、叶えたいことっていうのを書いていくっていうのが大事です。あとはね、もう先月印象に残ったことを書いていくだったりとか、なぜそのことが印象に残ったのかを、深掘って書いていくっていうようなのをやっていくと、どんどんね、自分が何が好きで、まあ逆に言うと何が嫌でっていうような、まあ自分の価値観が明確になっていきます。で、やっぱり、夢とか理想を叶えていく上で、自分の価値観を明確にしていくっていうのがすごく一番大事で、自分がやりたいことって本当に力入れずに自然とできるようになるし、で、自分が本当に叶えたいことって、もう自分が、自然と頑張れるとか、自然と行動できるようになります。ただ、本当にやりたくないこと、例えば、頭の声で願っているようなダミーの願いですね。過去の私で言うと、例えば、じゃあ、結婚したい。で、頭の中で、親が望むような人と結婚しなきゃっていうところで、公務員の人とか、あと大企業の男性っていうところをターゲットにして、婚活頑張ってたんですけれども、そこに対して私が本当の心から願ってることじゃなかった。まあ、ダミーの願い。まあ、親の期待に応えたいっていうところが本当の願いだったっていうところで、そういった婚活
ダミーの願いを引っ提げてやっていた婚活って全然うまくいかなかったんですよ。でも本当の本当の私がやりたいこととか、その安心すること、本音で願っていることって、まあ自分自身がその本当に好きでいられるとか、安心できるとか、あと私自身が好奇心旺盛なので、なんか私がチャレンジしたいこと、やりたいことに対して応援してくれるっていうような、まあ人生のパートナーがいいなっていうところのね、本当の願いっていうのが、まあ明確になって、本当の願いっていうところを放てるようになるので、そうすると自分自身がその放ったものって必ず現実になっていくので、夢とか理想とかっていうところが叶っていったっていう形になります。なのでね、この手帳購入してくださった方には1年間毎月の講座、手帳やノートの書き方のポイントとかね、あり方のコツっていうところをお伝えする講座、毎月の講座と、あと1年間のね、あのオンラインサロンっていうところ、まあ私だったりとか他のメンバーがどんな風に手帳とかノート書いてるのかなっていうようなのが見れるオンラインサロンを運営していくので、そこの参加しながら一緒にね、ご自身の価値観っていうところを明確にして、そしたらね、自分の本音もわかるようになって、そういったダミーの願い、頭で考えてる願いっていうところがどん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 淘汰されていって、心から感じている本当に自分が望んでいる願いっていうところがわかるようになっていきます。そうするとね、もうスルスルと叶っていきます。あとはですね、こういったウィークリーページが毎週ごとにあります。ここですね、ほんと好きなものを書いていただいて OK って感じで、ちょっと私はね、一言日記とかを書くようにしようかなと思っています。で、毎週ね、今月のアンビシャス、野望とか大志って意味なんですけれども、ここね、毎週書くところがあるので、ここもぜひあのご自身の今週やりたいこと、今週叶えたいことを書いていける欄があります。あとはですね、毎週1週間ごとにメッセージが書いてあります。で、きっとその時のその方にとって必要なメッセージっていうのが現れるはずです。で、例えば、あなたが決めた通りの人生になるっていうところだったりとかですね、こういったメッセージが、まあ、毎週1年間、54週分とかかながあります。そして毎週ごとのワークがですね、日曜日の夜や月曜日の朝に書いてみようというところで、1週間の振り返りをしていくっていうところになっております。で、1週間の振り返りと、あとは1週間の中で印象に残ったことを書くっていうところと、そして1週間の予定の中で特に手放したいことですね、あと手放すためのアクション、やっぱね、やりたいことやるためにやりたくないことやってる場合じゃないっていうところでね。で、私何書いたかって、今大抵のね、家事とか、家事代行の方をお願いしてたりするので、あんまりやりたくないことって日常の中で減ってきたんですけれども、髪が長いので、シャンプーとね、ドライヤーがどうしても、めんどくさいなと思っていて、まあ髪の毛伸びてきたし、ちょっとシャンプー、ドライヤーが、かなり重労働になってきたなということでね。まあ、で、そことかもね、シャンプーのサブスクとかを使いたいなっていうことで、手放すためのアクションとして、まずシャンプーのサブスクやってるとこ近所にないかなとリサーチしてみようと思ってます。こんな感じでですね、1週間ごとの振り返りとか、あとまあ今週やりたいこととか、やっておきたいことっていう感じで、本当にですね、手帳とかノートで向き合っていく上ですごい重要なポイントが、やっぱり1年、あと1ヶ月、月ごと、あと週ごと、1週間ごとですね。で、毎日っていうところで、年、月、で週、日、日にちですね、日、毎日っていうところで向き合っていくっていうところがすごく大事になりますし、あとね、やっぱりその、毎年の目標とかを書く方って多いんですけど、まあ、1ヶ月の目標を書かない方って結構いらっしゃいますし、まして、週ごとになんかこう振り返りしたりとか、あとね、週ごとに叶えたいことやりたいこと考えるとかってあんまりされない方の方が多いなっていうのを見ていて感じたんですけれども、私ね、このワークやるようになってから、もう本当に自分自身が、1週間なんかあっという間に過ぎて充実してなかったなって、
全然思ってたんですけど、書いてみると1週間やったこととか書いてみると、あ、すごい実は充実してたなって、満足度とか自分の自己肯定感が一気に上がったりとかですね、あとはですね、1週間で印象に残ったことを書いていけるので、ますます自分自身の価値観が明確になって、自分がやりたいこと、好きなこと、あと、やりたくないこと、手放したいことっていうのが明確になっていったので、すごいね、研ぎ澄まされた人生になってきたなっていう風にすごく思ってます。これやっていくとね、本当に人生で大事にしたいことを大事にできるようになっていきますし、本当に1年以内とかで、もう365日後とかには、今のあなたが想像していなかったような世界を見ているはずです。と、ここまでね、手帳をご紹介させていただきましたが、この手帳はですね、ラブ&リッチノートブックって書いてるぐらい、手帳って名付けるにしては、もう本当にノートで内観していくっていうところがすごい要素として大きい手帳だったので、もうあえてダイアリーとせずにノートブックという名前を付けたような、毎日使っていくと来年の今頃365日後にはですね、もう本当に自分自身の人生がもっと愛おしくなって、大切にしたいことを大切にできている、そんな手帳ノートブックになっています。実際にですね、この、まあ、ノートブック、手帳をね、購入したいっていう方のためにですね、購入方法としては、YouTube の概要欄に貼ってあるリンクからご購入いただければなと思います。ただですね、やっぱり、手帳って結構、1年間続かなかったっていう方が大半だと思うんですよ。手帳のお悩みナンバーワンは続かない。で、毎年結局、空白欄が多くて続かなくて落ち込んでしまうっていう方がすごく多いので、今回はですね、なんと、毎月1回ずつですね、その講座、手帳とかノートっていうところをね、使いこなせるようにとか、継続していけるような、環境づくりをしたいということでね、毎月1回ずつの講座、そして1年間のオンラインサロンっていうところをつけました。多分、オンラインサロンだけで月に5000円ぐらいとかかな？だと思うんですけど、それだけで多分6万円とかですし、講座ってなると結構ね、もう何十万円とかって通常するものなんですけれども、なんとですね、今回本当に皆さんと一緒に2023年を特別な1年にしたい。もう本当に365日後には自分自身の人生がもっと愛おしくなっていてほしいというね、思いを込めて、手帳と1年間の毎月の講座と、そしてオンラインサロンがついて29,700円というところでお届けをしています。手帳にしては高いって思われるかもしれないんですけれども、そういったオンラインサロンだったりとか講座がついているっていうことを考えるとね、すごくお得なんじゃないかなと思ってます。で、ちょっと裏話をさせていただくと、やっぱりね、私、手帳を初めて今年作るので、ロット数っていうところでね、たくさんすると原価安く作れるんですけど、あんまりたくさん忘れなくって、まぁ、今回もね、数百冊っていう感じなんですけれども、そのロット数だと原価が結構いいお値段なんですよ。なので、29,700円っていう金額なんですけど、まぁ、その手帳の原価、ね、今紙とかね、印刷もすごい高騰しているので、原価だったりとか送料とか送ってもらうためのサポート費用とかって考えると、正直そんなに利益がないっていう状態になります。でもね、手帳は本当にずっと出したかったっていうところと、このやり方だったら私だけじゃなく、たくさんの人たちの夢とか理想をもう本当人生ワープするレベルで叶えてきたっていうところの、まあ、やり方、内容なので、ぜひね、たくさんの人に自分の未来に期待をしてワクワクしていただきながら、自分の人生をもっと愛おしくなってほしいという思いを込めて、この内容と金額でお届けさせていただきます。期間はですね、今のところ数百冊が売り切れるまでってなってるんですけれども、まあ、ちょっと早ければ本当10月中とか余裕を持って作っているので、年内は大丈夫じゃないかなと思うんですけれども、今初速で1日で100冊近くとか売れて、1週間で多分130、40冊とかって売れているので、ちょっとね、かなり早い売れ行きなので、もしかしたらちょっとね、10月中に売り切れてしまうかもしれないと、ちょっとね、そこはもう本当になんとも言えないので、気になるなって方はね、ぜひお早めにお手に取っていただけるといいかなと思います。で、そしてですね、12月11日に1回目の
講座があるので、その時にねみんなで予祝をしようというところでね、来年の今ぐらいに叶えていたいことっていうのをみんなで予祝、もう先取りして、これ叶ったよねっていうところでね、みんなでこうお祝いをするオンラインサロン、オンラインパーティーっていうのをちょっとやろうと思っているので、ぜひねオンラインパーティーに参加したいなっていう方は12月11日までにご購入いただければなと思っております。それでは今回の動画は以上になります。最後までご覧くださってありがとうございました。